んばんは、元美容部員の和田さんです。本日はですね、ちょうどもう4月に入るということで、新社会人の皆さん、そしてご卒業、ご入学、そして転職など新しいこうきっかけの季節だと思うので、今回は好印象な大人顔を作る簡単なメイクをご紹介していきたいと思います。ちょっと途中トラブルもありますが、ぜひ最後まで楽しんでください。ちょっと今回かなり早口なんですけれども、ぜひちょっとついてきてください。それでは早速するとお楽しみください。はい、次にアイブロウですね。おすすめなのがこのロフコスのアイブロウペンシルの03番。カラーも質感もすごくどうおすすめです。どうおすすめ、はい、というのもペンシルがですね、よくあるその芯を固めたものではなくて本当に鉛筆なんですよね。なのですごく柔らかく色が入ります。でやっぱこのたまに繰り出し式のものを私も使う時があるんですけれども、繰り出し式のものって本当に細くって、一点集中で結構濃くなっちゃったりとか、やっぱ好印象の時に描きたいふんわり眉毛っていうのが結構ね、テクニックがいるなぁと感じるんですね。中にもいいものもあるんですけれども、これは一発でこんなに柔らかなアーチ眉が描けるんですね。で反対側にやっぱり必要なスクリューブラシもついていて、ちょっとスクリューでやっぱりぼかしただけで、やっぱりこの鉛筆のいいところでほんとふんわり描けるので、簡単で時短で柔らかい眉毛を描きたい時にはこちらがおすすめですね。わ、すごいいいじゃない。本当にこの時間内で全然描き終えちゃいますね。はい、でちょっとポイントがですね、ちょっと眉毛をこう山を作らず丸く描くように、ちょっと眉山の部分に高さ出してあげると眉尻が下げやすいです。ちょっとなんかなんていうの、イメージが優しそう。私今日撮影を納得がいかなすぎて3回目なんですけれども、もうすぐ充電とスタジオの、レンタル時間が終わりそうです。ということで、はい、こんな感じで眉毛が完成しました。あら、いい感じじゃない。次はですね、アイシャドウですね。これキャンメイクさんのパーフェクトスタイリストアイズの今回22番のピンクを選んでみました。で今回眉毛も、ピンクブラウンで、ちょっとなんかもうあれすでにちょっとなんか優しい顔になってきてますが、今回はこちらの、まずこのピンクの明るい色から全体に入れていきたいと思います。でこの時にですね、この目頭の方にたっぷりと光をね入れてあげると、なんとなく目がこうクリッと見えるのが好きで、結構目頭にたっぷりハイライトを入れるようにしています。もうね、簡単、サッサッサッサでいいですよ。そしたらですね、チップでブラウン取ってあげて、ね、好印象に関しては目頭がやっぱりポイントだと思ってて、一番最初も目頭ちょっと多めにハイライト入れたんですけれども、どちらかというと内側に求心的に見えるように色をのせたいの で今ブラウンも黒目の外側ぐらいまでのせてますね。そしたらもう一回このつくしちゃんブラシでブレンディングするだけです。ふわ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 って目頭が大きくて目尻にシュッてなるようにしてます。通常私の目って目頭が細くて目尻が大きいので、ちょっとそれを逆にしてる感じですね。はい、じゃあ反対側もいきます。目頭側に色を、こんな感じで、わかりますかね、二重幅がここだとしたら、もうちょっと目頭を二重幅よりはみ出るところに色をのせてあげるイメージですね。あ、ちょっとはみ出すぎたけど、そう、そうするとこんな感じになるので、そこを本当にただね、こうやってブレーニングするだけです。はい、ということでちょっと充電が切れたのでこんな感じですね。このまま、ビューラーをしていきます。 YouTuber だな。
で、ここからビューラーでまつげをしっかりと上げます。で、次に使っていくのが私の大好きなファッショニスタですね。で、アイシャドウもやっぱりあの目頭をポイントで今回やらせていただいているので、あくまでもこの目頭からギュッと下に落ちるようにしたいんですね。で、やっぱりマスカラもファンデーションもアイシャドウも全部そうなんですけれども、一番最初につけた部分が一番濃くつきますので、今回は目頭からギュッとたっぷり塗る感じで、こんな感じでこう黒目上、しかも黒目上のこの目頭のね、一番ね最初の毛の状態ってすごい目の大きさに私関わっているなと思っていて、ここですよね。ここをしっかりとビューラーで上げるっていうことと、そこにしっかりと色を入れてあげるだけで、すごい点、なんかすごい綺麗な目元に見えるんですよね。で、動画の一番最初でもお話ししたように、すでに持っているものを濃くしたり強調したりすることが一番こうナチュラル美人を作る秘訣だと思っているので、特にねまつげはめちゃめちゃ大事です。もう眉毛もそうですね、まつげもそう、すでに持っているもので足せる唯一無二のものなのでね。で、その後この細いチップでちょっとこのキラキラを涙袋に、ポイントなんですけれどもね、こう下から面で入れるとすごいぶっとく涙袋がついてしまうんです。なので、ちょっとその目の内側、簡単に言うとちょっと引っ張ったところぐらいにほほーく入れたいので、ほーっと伸ばして、怖いね、怖い顔、怖い顔、ほーって伸ばしてちょっと入れるぐらい。すごくいいわ。わかりますかね、今までだったらここに入れてたの、この一番下の段に、だけど、まあ上の段に入れてるのが伝わるかな。これがね、好印象メイクですごい大事なポイントで、このなんか粘膜ぐらいのここにちょっと入れてあげる感じですね。で、次に、キャンメイクのクリーミータッチライナーの、これもブラウンですね。なんか全体的に黒を使うっていうよりは今回ブラウンで、締めさせていただきます。で、あんまりこう長く引いてしまうと、それもそれでちょっとね、わざとらしいので、本当にちょっとこの目尻だけを足してあげる。その時こういう風にね描くとすごくやりやすいです。小指を置いて目尻だけこうやって描いてあげる。で、目もちょっと大きくしてあげる。はい、こんな感じでアイラインが完成いたしました。最後チークとリップで終わりたいと思いますが、今回チークはパウダーチークスの28番ですね。はい、結構ね青みがね強そうに見えるカラーなんだけれども、やっぱりすっごく顔色がよく見えるんですよね。で、こうお顔ってこう立体的になっているので、こんな感じで頬の高い位置にね入れてあげる。こういう感じですね。はい、ということで、最後ですね、リップつけて、こちらがパピューのジューシーパンスパリクリングティントを本当に薄くつけたいと思います。今やっぱりティントじゃないとなかなか長時間持たないと思うんですけど、エチュードのティントも、あとアピューのティントもすごく持ちはいいんですけれども、アピューの方がちょっとこう少女っぽい感じの発色、素の唇っぽくなるのでおすすめです。はい、はい、ということで、
ちょっと途中トラブルもあってご迷惑をおかけいたしましたけれども、今回はちょっとピンクをテーマにして会社でも使えるようなきれいめ大人メイクのご提案をさせていただきました。で、割と色をですねはっきり見せたかったので、私ちょっと濃いめにすべて、工程ではつけていたんですけれども、裸眼でもう少し全体的に色を薄くしたい場合は回数を少なくしてみるとすごく色の調整もしやすいと思うので、ぜひ参考になればと思います。皆さんの新しい門出を素敵なメイクで楽しんでください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。